日曜劇場「VIVANT」TBSK 2023年7月期にドラム役で出演し話題を集めた踊り騎士で俳優の富坂ドラムが TBS ドラマ「すっぴんヒーロー」24日後2時に出演することが決定した。ヴィヴァンでは言葉を発さない有能キャラを演じたが、今作ではセリフありの役柄に初挑戦する。本作は TBS 入社4年目の国分美和がプロデュースするオリジナルドラマ。今日もボロボロになりながらも目の前の現実と戦っている格好悪いスーパーヒーローたちへの応援歌となるドラマになるようにという願いを込めて変身すると最強パワーを手に入れる代わりにすっぴんになってしまうという悩めるスーパーヒーローの恋と勇気と葛藤を描く。